はい、こんにちは、ズンゾーです。今回仮面ライダーコラボの交換所解説やっていこう。で、まあ、結構このキャラがいるんだ。ギーツ、ブラックサン、シャドウムーン、仮面ライダー915、仮面ライダーブラック、仮面ライダー電王、仮面ライダーエグゼド、スーパーワン、ファイズ、ゼロワン、セーバー、ブレイズってめっちゃいるんだ。星6ですかね。確かこの星6と星7で、まあ、結構交換できますよっていうキャラが結構いるんですけど、正直あの交換すべきキャラっていうのはあんまりいないと思う。正直なところあんまりいないと思ってるんですけど、まあ普通に言っちゃうとこのブラックさん、 C っていうならブラックさんを交換するのがまあありかなっていう感じはする。でまあ普通に超消し3つ持ちで変身で50億上限50億で、まあ、闇属性副属性も闇だから、まあ、100億出せるっていう、まあ、簡単にめちゃくちゃ簡単に100億出せるんで、まあ、周回性能はすげえ高そう、めちゃくちゃ高そうなんですけど、まあ、これ4体いるとループするんだ。4体いる、4体ももう4体 も持ってないよっていう感じはするけど、まあこのなんて言うんだろうな、変身するとまあやっぱり、まあ、封印が持ってなくてバインドも持ってないのがすごいちょっと難点なところはあるけど、4ターンでこれは上段横2列、まあ、柴ドラみたいな、結構柴ドラっぽい感じで使い方ができるかなっていう感じがするんで、であとリーダースキルも闇6個で半減で悪魔タイプにバインド付与して HP2 倍なんで、まあ、これもいいね。 HP2 倍半減でバインド耐性付与できるし、まあ、なかなか固定も入っていいなって、いいなっていう感じはする。で、まあ、交換するならこの子ですね、仮面ライダーブラックさん。で、あとは正直、まあ、キーズとか、まあ、新キャラでいるけど、まあ、この子はまあサブで使うって感じ。サブ向きかなっていう感じはするけど、そんなに、まあ、原作ファン以外の方は使わないのかなっていう感じはまあしなくないなって、まあ、しますね。で、シャドウムーンとか、結構いるんですけど、まあ、尖ってていいんだ。正直めちゃくちゃ尖ってていいんですけど、まあ、あんまり使わないよね。正直なかなか使いどころが難しいなっていうところがあるんで、まあ、この仮面ライダーも、まあ、武器がまあ帯体制と捨てたつもりでいいんだけど、まあ正直使わないかなっていう感じはまあするですね。でこのなんとかブラックがさ、めちゃめちゃ携帯あるんですけど、まあそう、まあ6ターンで打てる、6ターンかすごいな、6ターンで結構武器もまあまあそこそこ優秀、耐性持ってて優秀なんですけど、まあ、これといった使い道があんまりなさそうだなっていうのが正直な意見。まあ、このバイオライダーとかは超消し2つ持ってて、まあ、このスキルも強くていいなという感じはするけど、まあ、正直なところ全部、まあ、めちゃくちゃいいんだ。全部なんかなんて言うんだろう、10点中7点みたいな、全部10点中7点で仮面ライダーブラックさんだけ 8.5 点みたいな感じの感想ですね、俺はね。で結局ブラックさんを交換すべきかっていうのは、まあ、交換、まあ、無理にしなくていいなっていう感じはする、まあ、結構現環境においてトップクラスに強いっていうわけでもない気がするんで、まあ、この動画を参考にして、あの交換しましたとか交換しなくて後悔しましたとかなったらすんません、それはちょっともう俺はもうどうとも言えないっていう申し訳ない感じはするけど、まあなんだろうね、交換してもいいんだ、交換してもよくて、なんでかっていうと、交換すると交換してこのなんか使わなくなったっていう、このキャラをもう今の時代使わなくなりましたってなった時に武器にできるっていう、これが強みかな。やっぱこの仮面ライダーコラボの強みっていうのが武器があるっていう、全員武器分あるっていうのがすごい強みかなって思っちゃう。まあ、この今、まあ、環境が廃れていってこのキャラを使わなくなったってなったら武器にしちゃえば、まあ、スキブと、まあ、これは長生きしそうな感じはする。4ターンで最大 HP2 倍っていう強スキル持ってるスキル武器にできるんで、まあ、そういう使い方かなっていう感じはする。でめっちゃ買いました。よし、まあこれこんな感じで、まあ、撮ってみたんですけど、ちょっと最近は仮面ライダーコロシアムばっかりの動画ばっかり上げてたんで、ちょっとこういう交換所の解説動画とかもまあ上げてみてもいいなと思ったんで上げてみました。まあ、評判が良かったらまあまたやろうかな、ちょっといろんな動画。よし、もしよければチャンネル登録高評価お願いします。じゃあねー。